三円アドバイザーアグリンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は玉ねぎの種まきをやっていきたいと思います。玉ねぎは品種や地域によっても変わりますが、およそ8月の下旬から9月の中旬にかけて種をまきます。ホームセンターなどで苗を購入し、植える場合には11月で間に合いますが、種をまく場合には、今ぐらいから9月の中旬ぐらいまでにはまく必要があります。一言に玉ねぎといっても、早生や中生、中生程、奥手種などがあります。さらに最近では、より早く収穫できる極早生種もあります。極早生種や早生種は、辛味が少なく甘みがあり、みずみずしく柔らかいのが特徴です。早いものでは4月に収穫できます。ただ、貯蔵性が低いです。一方、中生種から奥生種は貯蔵性が高くなります。ですので、用途や目的に応じて品種を選ぶ必要があります。極早生種や早生種の場合、種をまくのは8月の下旬から9月の上旬です。一方、中生種から奥生種は9月の上旬から中旬にかけて種をまきます。種をまく時期は品種によって変わってくるので、必ず購入するときは種袋の裏を見て確認するようにしてください。ちなみに玉ねぎの発芽適温は20度前後です。今年は特に暑い日が続いているので、急いでまかなくても9月に入ってからまけば十分間に合うと思います。今回まく種は、こちらの坂田の種のハイパワーゴールドです。こちらの品種は極早生種になります。ちょうど今種をまくと、4月の下旬には収穫できます。少しでも早く収穫したい方にはおすすめです。それでは実際に種をまいていきますが、種をまく方法はいろいろあります。畑に苗床を作る方法や、セルトレイやポリポット、育苗箱にまく方法があります。畑に苗床を作ってまく場合、事前に準備が必要だったり、今年のように暑いと発芽率が悪かったり、病害虫が出やすくなります。セルトレイにまく方法もありますが、今回の育苗箱にまく方法は、セルトレイに比べてとても簡単なので、時間が取れない方には特におすすめです。それでは実際にやっていきたいと思います。まず、育苗箱に市販の種まき用培土を入れていきます。それでは種をまいていきますが、こちらの種は1袋 3ml 入りで税込み415円でした。袋に入っている種の数の目安として330粒と書いてあります。家庭菜園では十分な量だと思います。苗床や育苗箱に種をまく場合、筋まきでまく方もいらっしゃると思いますが、私たちの場合は簡単なばらまきでまいています。ばらまきでまく場合、種同士密にならないように散らばるようにしてまきます。指先をこすりながらまいていきます。
このような感じで全体的に散らばるように種をまいていきます。種をまき終わったら上から軽く覆土していきます。覆土をしたら、割り箸などを使って上を軽くならします。この時、押さえつけないようにしてください。種をまき終わったら、ジョウルで水をたっぷりとやります。これで完成です。種をまき終わった育苗箱は、軒下や玄関先など、雨が当たらない涼しい場所に置きます。一日中日が当たっていると、土がすぐ乾燥したり、温度が高すぎて発芽率が悪くなります。ですので、半日陰になるような涼しい場所に置くようにしてください。またその時、育苗箱はコンテナやトレイの上に置くようにしてみてください。ビニールハウスやトンネルなどは温度が高くなりすぎるので置かないようにしてください。この後、条件にもよりますが、1週間ほどで芽が出ます。芽が出るまでは特に土が乾かないように、乾いている場合には追加で水やりをするようにしてください。そして芽が出てからは、1日1回程度水やりをしてみてください。一言で玉ねぎといっても、早生種や中生種、奥生種などいろいろあります。その中でも今回は、より早く収穫できる極早生種の種まきをやってきました。極早生種は貯蔵性が高くありませんが、より早く収穫したい方におすすめです。品種や地域によっても変わりますが、今年は暑い日が続いているので、9月に入ったら種をまくようにしてみてください。玉ねぎは11月になると、ホームセンターなどで苗を販売していますが、種をまけばかなり安く、たくさん育てることができます。余裕のある方はぜひ、種まきから始めてみてください。この後の様子も随時動画配信する予定ですので、ぜひ継続してご覧ください。ぜひチャンネル登録をお願いします。メンバーシップでは、ご質問にもお答えしておりますので、メンバー登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。